始まりました。万栄競馬万馬塾。今回担当させていただきますのは、皆様はじめまして、高橋ゆいです。そう、はじめましてということで、ちょっとだけ自己紹介をさせてください。私高橋ゆい、元 SDN48、 今はタレント、そしてパチスローライター。自分の YouTube チャンネルでは公営競技を中心にアップさせていただいております。そんな私が今回予想していくのは、4月22日金曜日に開催されるスプリングカップ、この予想をしていきたいと思います。それでは出走表こちらです。はい、20時5分出走予定です。そして全部で今回は9頭ですね、います。強いお馬さんたちが揃っていますが、私が注目したのは万栄記念組です。まあ、この子たちを中心にですね、改名を決めてみました。私の改名はこちらです。はい、スプリングカップ改名、単勝4番目白ゴーリキちゃん。馬タンはその4番の目白ゴーリキちゃんを軸に、1番の目黒ボブサップちゃん、そして6番の青のブラックちゃん、こちらで行こうと思います。まずここは各500円ずつで、まあ単勝1000円と、馬タン1000円で計2000円購入しようと思います。まあ、なぜですね、目白ゴーリキちゃん軸にしたかと言いますと、やはり万栄記念でもう圧倒的強さ、まあ、見ていた時に本当に2番もう2着3着もすごい差だったんですよ。なのでここは単勝で大きくかけてもいいんじゃないかなと思いました。それでは皆様、こちらぜひとも参考にしてみてください。4月22日金曜日、花金です。ぜひみんなでスプリングカップ楽しんでいきましょう。それでは今回ですね、私高橋ゆいが担当させていただきました。皆様良い花金を。それではまた、バイバイ。